栗から峠は、富山県と石川県の境にある、富波山の峠である。友無しキャラ峠と表記することもある。石川県河北郡津幡町栗からと富山県、小矢部市石坂との境に位置する。この栗から峠を境にして、東側に、都波平野が、西側に、金沢平野が広がっている。講義には、北に位置する、天田峠も含める。古代より、 北陸道がこの峠を通っていた。1八8三年、源氏と兵士による戦いがあり、栗から峠の戦いと呼ばれている。明治に入り、北陸道を継承した国道二十号も栗から峠を通っていた。八百七十八年の明治天皇の北陸巡行の際、栗から峠は急坂で天皇の古が通れないため、北の天越が改修され、後に、 こちらが国道となった。1899年、北陸本線が富山まで延伸された時も、甘田峠の下にトンネルが掘られた。これが現在の栗からトンネルである。甘田峠越えの国道は最高勾配が11.3%、峠の両側にヘアピンカーブが連なり、福音も7.0メートルと狭く、特に積雪時は除雪障害区域として、 交通確保に困難を極めていた。1955年、北陸本線の勾配の緩和のため近くに新しいトンネルが掘られた。古いトンネルは1966年3月26日より拡幅工事が実施され、1967年12月6日より国道8号のトンネルに転用された。天田峠を越える急道は石川県道。 富山県道286号刈安安楽寺線となっている。栗から峠を越える道は1995年に建設省の歴史国道に選定された。2009年4月28日には北陸道の峠道が歴史的価値の高い道路以降であるため石川県の史跡に指定されている。北陸新幹線については当初は 栗からトンネルよりも北方に、カエツトンネルを建設していたが、イスルギ駅を通るルートに変更されて、カエツトンネルは放棄され、栗からトンネルに近い位置に、新栗からトンネルが建設された。現トンネル北側に、延長3キロメートルの新ルートを整備する計画で、新ルートは、富山側に1号トンネルを、石川側に2号トンネルをそれぞれ有する。車道部分はいずれも、 福音10.5メートルで、車道は1車線あたり、福音3.5メートル。また路肩を片側に設けるほか、原道にはない歩道も設置する。2019年6月24日までに、ルートが決定したが開通時期は未定。栗からトンネルに関するカテゴリー。ありがとうございます。